164ファームリポート高校野球編明治神宮大会関東第一六の2熊本国府高校の部1回戦15日神宮これまで母校関東第一の試合は甲子園東京ドームで見たことがあるがいずれも負けていた論天で寒さが厳しい神宮球場に出向き今日こそはと試合を見守ったがこれまでとは異なる感情が湧いてきた プロ野球のコーチ時代に母校の試合を見ることは、ただシンプルに応援する気持ちだけだった。勝ってほしい、ただそれだけだった。それが、評論家になって試合を見ると、無邪気に応援する気持ちと母また別の思いが出てくる。関東第一は、初回と6回にいずれも先頭打者が二塁打で出塁しているが、それぞれショートゴロ失策と、差比に終わっている。 走者を進めるバッティングの意識が足りないように感じる。特に初回のショートゴロ失策では二塁走者が飛び出しており、失策がなければ三塁でアウトになっている。打球判断が甘い、熊本古フのショートは走者と打球が重なり、慌ててしまってのエラーに見えた。こういうところは、特に立ち上がりはきっちり精度高いプレーが必須だ。8回無視一塁ではギダで走者を進め、 ダメ押しの2点への足がかりを作っている。それでも初回、6回のような虫二塁ならば、新類打やギ打で一・四・三類の形を作れる。そうなれば、それこそ内野ゴロでも1点が入る。選抜までの間で試合運びをもっと鍛えるべきだろう。どうしても捕手に目がいってしまうが、熊谷俊之介捕手、2年、は、冷え込む8時半開始の寒さの中でも半袖だった。 見ているこちらが寒くなりそうだが、それだけ気持ちが入っているのだろう。保守ならばブロッキングで腕に投球を受ける可能性もあるが、そんなことよりも普段通りの力を発揮するために、迷わず半袖を選んだのだろうと、スタンドから見ていた。1回裏の守備では一支一塁から走られ、熊谷の送球がセンターへそれてしまい、盗塁と失策を記録した。 セカンドのベースカバーが遅れた部分はあった。それほど肩が弱い印象はない。ここから冬合宿などを経て、3月まで目一杯に練習してほしい。キャッチングでは、姿勢が少し腰高に見えた。このため、低めを補給する際、一旦腰が浮いてから補給姿勢に入るために、上体がかぶさるようになる。ミットも下がり、あれでは球身から見づらくなる。こうした部分は、 しっかり意識して練習すればどんどん向上する。半袖で試合に臨んだガッツで修正してほしい。試合は先制、中押し、ダメ押しの理想的な試合運びで熊本国府に解消した。明治神宮大会で関東第一は記念すべき初勝利を挙げた。試合が終わると、スコアブックをつけていたペンを止めて、やっとホッとした気持ちになった。 全国大会で母校が勝利して整列する姿を見るのは本当に誇らしい。自分が巣立った高校だけに勝ってほしい気持ちはもちろんあるが評論をするとなると攻守にわたっていろんな部分が目についています。今回はどちらかといえば評価することよりも修正すべきポイントばかりになってしまったがそれも選抜までに鍛え さらに強くなってほしいという先輩の助言と受け止めてくれればありがたい。